どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。今は夏休み中の人も多いんかな。結構多いんじゃない？街中でそれっぽい子見かけるし。最近外国人の方増えてへん？ああ、確かになんか見かけるようになったかも。コロナの影響も少なくなって、いろいろと解禁されて、みんなはっちゃけてる感じなんかな。どこ行っても人が多いって感じるよね。コロナの時期はそれはそれで問題やったけど、程よく人が減ってたのは快適やったんやけどな。ディズニーとかもうごったにだからね。なんかあの頃が少し懐かしくなってきたわ。そんなわけで今日のレビューはこちら、神たちに拾われた男に。だよ、これ2期やったん。個人的に驚いたんだよね。この作品の1期が2020年に放送されて、当時はそこまで盛り上がったわけでもないし、人気作だったわけでもなかったんだ。せやな。でも2023年3年経って2期が放送されたんだ。何がどうしてそうなったんや。まあ1期はスローライフ的な感じで好きな人もちょこちょこいた作品ではあるんだけどね。でもまさか2期をやるほどだとは思ってなかったよ。中国あたりの配信が好調やったんかな。もう1期は3年前の作品だし、内容を忘れてる人も多いと思うんだ。私も忘れてた。くさ、自分のレビューを見返して1期をちょこっと見返して、ようやく記憶が蘇ってきたんだよね。リュウさん、1期は味のしないガムって評価しとったもんな。1期ではブラック企業勤めで両親も失った主人公が血を吸うトラックに殺されて転生するところから始まるんだ。ナローではおなじみのキャラである血を吸うトラックやな、ありとあらゆる作品に出張っとるわ。そんな彼は転生の際に様々な神様からチート能力をもらって人里離れたところで暮らしてたんだけど、とある貴族と出会って、そんな彼らに世話されながら中盤では独立して洗濯屋を始めたんだ。あーなんかそんなことしとったな。人の優しさみたいなものが描かれてる部分はあったんだけど、気持ち悪いほどの主人公の太鼓持ちみたいな周囲のキャラの反応とか、魔王とかもいなくて何がしたいんだこの作品と思うような中身の薄さはあったんだ。味のしないガムをずっと噛んでる感じやったんやな。2期ではそのガムすら消えたよ。チョコと一緒に食べたんか。1期では作画もそこまで良かったわけじゃなかったんだけど、2期ではもう3段階くらいクオリティが落ちたんだ。そこまで。単純に作画枚数も少ないんだよね。1話の時点から止め、絵をカメラをスライドさせることで動かしてる風に見せてはいるんだけど、そのスライドすらカクカクになってるシーンもある。あかんやん。無駄なアップ、無駄に引きの絵を多用しながら、もうなんとか2期を作り上げました感が凄まじいんだよね。とりあえず作った感あるんやな。主人公が喋りまくってるのに口は一切見せずに、鼻から上の顔面アップでごまかしてたり、なぜかぬるぬる動いてるスライムを映したりしてるんだ。スライムの作画だけは一丁前なんやな。なんか意味不明なんだけど、料理の作画だけはしっかりしてるんだよね。なぜかキャベツの作画だけは気合が入ってた。くさ、もうそれはあの作品の呪いや。いくら予算がなくても、いくらスケジュールが厳しくても、キャベツの作画だけは高品質にしないとあかんってのはアニメ業界のルールやからな。終盤では一瞬だけ馬車のシーンで CG も使ってたりするし、作画崩壊ってほどではないんだけど、それに近いほどの作画のクオリティになっちゃってる。なんだかな、2期やるならやるできちんと1期を楽しんだ人が楽しめるクオリティにしてほしいわ。1期では私もヒロインの可愛さだけは感じてたんだ。貴族のお嬢様やな。うん、でも2期ではほとんど出番がない。メインヒロインやろ。彼女は学校に行くことになってて、そのための勉強とか学校に行くための準備とかがあって、主人公とは離れて暮らしてるんだ。ただひたすら文通をして近況報告するのみ。遠距離恋愛なんか。終盤で彼女の学校生活が描かれる話が1話だけあったりするんだけど、別にどうでもいい感じなんだよね。くさ、主人公と再会もしないまま2期が終わっちゃうし、そもそも冷静に考えれば幼い見た目で12歳くらいの主人公だけど、中身は39歳くらいのおじさんなんだ。39歳のおじさんが12歳くらいの女の子と文通しとるのはきついな。まあなんか肉体年齢に精神年齢が引っ張られてる部分はあるらしいんだけど、時折前世の姿が描かれるから違和感はすごいんだよ。ストーリー自体も1期では薄味って感じだけど、2期はそれを超えた虚無が待ってる。虚無とまで言いますか。1話では洗濯屋さんの防犯対策をするんだ。それくらい。それだけ。2話では刀作りをしてたかと思えばスライム研究者ってのが出てくるんだ。そういえば主人公はいろいろなスライム刺激しとったな。そんなスライム研究者さん無能なんだ。スライム研究者だけに。彼らは研究で成果が出せずに首を切られたんだ。そんな彼らに主人公がスライムの進化条件は食事にあるってのを教えるんだ。ほう。すると彼らは驚くんだ。そんな餌と進化は無関係なのが定説なのに。くさ、誰がその定説考えたんや。さあ一切わからないよ。食事なんて基本的な部分の研究をしてないスライム研究者ってもう無能でしかないよね。アホやな。これ原因があるんだ。1期もそうだったんだけど、2期ではそれに拍車がかかってて、結局主人公すごいってシーンを作るために周囲をバカにしてるんだ。
ああ、周囲の知能指数を下げとるんか。終盤になると、主人公が素晴らしいものを考案するんだ。何？麦茶だよ。は？この世界にも麦はあるんだ。でも、麦茶はない。どういうことやねん。え、麦からお茶が作れるんですか？こんなお茶初めて飲んだ、と絶賛し、麦茶を作るために麦を買い取ってくれる人も現れるんだ。はいはい。異世界人の知能指数を下げることで、主人公の凄さを引き立てる、一期からやってた手法ではあるんだけど、二期では、それに拍車がかかってて見てられないレベルだよ。もう少しなんかないんか。3話になると、洗濯屋さんの2号店を設立するために別の町に行くんだ。その町は、かつて転生者が存在した町で、いろいろなものが残ってるんだ。おう、別の転生者もおる設定なんか。だからって何かがあるわけじゃないんだ。すでに転生者は亡くなってるみたいで、久しぶりの日本料理を味わうくらい。話の展開うっす。一応目的のようなものはあるんだ。転生の時に異世界での身分を借りた人たちがいたんだ。そんな人たちの遺産が残ってることを神様から伝えられてて、その遺産を受け取るのが一応の目的ではあるんだ。なんか簡単そうやけど。なぜか遺産は危険地帯にあるんだ。凶悪な存在が多くいた場所で、かつて主人公が住んでた場所でもあるんだ。なるほど。そこに正式に戻るためには、ギルドで冒険者ランクを上げたり、凶悪生物と戦う準備をしないといけないみたいな状況ではあるんだけど、ろくにそんなことはしない。たまに魔物と戦ったりもしたりはするんだけど、中盤くらいからは、お祭りの話になるんだ。いや、遺産はどうなったんや。いろいろな人と出会って協力して、洗濯屋2号店も開設できて、お祭りも無事参加できましたで、話は終わるんだ。あまりにも話が薄すぎる。もうね、びっくりするほど薄いんだ。新キャラもどんどん出てはくるんだけど、ろくに掘り下げないキャラも多くて、一回出てきたらしばらく出てこないキャラも多いんだ。ただただキャラを増やしとるだけなんか。物語の起伏みたいなのがないんだよね。スローライフ的なストーリーにしたいのはわかるけど、スローライフすぎる上にキャラの掘り下げや印象付けもろくに行ってない。あかん、一期以上に無味無臭や。常に無表情で見ちゃう作品なんだよね。作画も悪いけど作画崩壊してるわけじゃない。話も淡々としてるだけで盛り上がりもない。一期では味はないけどガムはガメてましたけど、それすら飲み込んでしまった感覚なんやな。スライムも便利すぎるんだよね。いろいろなスライムを刺激して進化させて主人公は使ってるんだけど、洗濯、掃除、雑用、さらに変身させて武器にもしてる。便利すぎるやろスライム。最終話ではスライムがキャベツのスライサーになってたりもする。くさ、逆にそこは意味不明すぎておもろいですよ。1クール見続けてなんで2期やったんだろうって思っちゃう作品だったんだ。ほんまに謎やな。そもそもこの2期、私最近やってたことを知ったんだ。放送自体は2023年冬アニメよな。うん、私は基本的に配信サイトで見てるんだけどさ、この作品放送当時はアベマ独占だったんだ。なんでアベマ独占？他の配信サイトでも配信されてはいたんだけど、 D アニメとかだと1話ごとに購入しないといけなかったんだ。うわぁ、それなえるやつや。ようやく7月に独占配信の縛りがなくなって D アニメとかでも見放題で見れるようになったんだけど、そのせいもあって放送当時は全然話題にすらならなかった。このレビューで、やってたのって人も下手したらいそうやな。神様には拾われたのかもしれないけど、視聴者に見捨てられた作品だったかもしれないね。くさ、お後がよろしいようで。ではまた次回。